7月3日日曜日、大阪府堺市大浜公園内の大浜相撲場にて西日本選抜学生相撲大会が行われました。この大会では西日本の6大学が個人戦と団体戦によって勝敗を争います。立命館大学からは7人の1回生から4回生が出場しました。最初の勝負は個人戦、個人戦はトーナメント形式で行われます。個人戦で立命館大学は健闘しますが、相手力士の迫力に圧倒され、くしくも負けが続いてしまいます。このままでは終われない立命相撲部、続いてチームの絆が試されるリーグ形式の団体戦、立命館大学は3年ぶりの入賞を狙います。最高気温34度、お互いのチームの体力も消耗する中、チーム同士の熱い戦いが続きます。大将を任されたのは1回生の桜井、いつも通りに気楽に行きたいと話していましたが、個人戦はあんまり良くなかった、てか1回戦負けてしまったんですけど、団体戦は7人しかいなくて、総力戦という形で、雑草魂みたいな感じでたまたま拾った1点じゃないですけどが積み重なっては3位という結果になって、すごく良かったかなと思ってます。一番に目標に掲げているのは文武両道なので、勉強もしつつ、上の改正になってきたら、いつかキャプテンとしてチーム引っ張っていけるような存在になれたらいいなと思ってます。立命館は下半身強化に取り組んでまして、しっかり基礎的なもの、四股であったりすり足であったり、基礎的なところをしっかり大事にしているので、その辺が今日の試合でもみんな粘りだったり、ここ一番のところですごく力が発揮できたのかなというふうに思います。チームワークですね。やっぱり人数が他の大学と比べて少ないので、その辺のチームワーク、個々一人一人のみんなの気持ちが一つになった時っていうのは、今回のように他の大学にも勝ると思うので、そこが誇れるところだと思います。はい、立命館大学は絆の力を見せ、団体戦では3勝2敗で3位となり、見事銅メダルに輝きました。来年には創設100年を迎える相撲部、力強くそして大きな一歩を踏みしめ、次回の大会に向けて頑張ってください。ごっつぁんです。